ドラウパディは、インドのジョジシ、マハーバーラタに登場する女性。パンチャーラ国のオードルパダの娘で、ドゥリシュタディムナと、双子の兄弟。パーンダバゴ兄弟共通の妻であり、彼らとの間にそれぞれプラティビンディア、スタソーマ、シュルタキールティ、シャタニーカ、シュルタセーナを生んだ。父ドルパダとドローナは幼い頃ともに遊び、学んだ間柄であった。 しかしパンチャーラ王となったドルパダは訪ねてきたドローナとの友情を否定して追い払った。怒ったドローナはクル国へ行き、クル族の王子たちの武術師範となり、王子たちが成長するとパンチャーラ国を攻めさせ国土の半分を奪い取った。これを恨んだドルパダは特別な祭祀を行い、ドローナを殺せる息子を得ようとした。その結果、採火の中から鳥下デムナが現れ、 祭壇からは、ドラウパディが現れた。ドラウパディが生まれた時、姿なき声が響いてきて、将来この女性によってクシャトリアは、滅亡に瀕し神々はその目的を遂げるであろうと予言した。彼女は、肌が黒かったので、色黒のドラウパディと呼ばれ、絶世の美女に成長した。アルジュナは、ツバヤンバラで、ドラウパディを勝ち取った、ドルパダは、 古代インドの婿選びの祭典であるスバヤンバラを開催した。アルジュナと結婚させようとして、アルジュナ以外には何者も引くことができない号泣を用意し、この弓を引いて的を射抜いた者がドラウパディと結婚できるとした。逃亡中であったパーンダバもバラモンに変装して婿選びの場に入り込んだ。そして誰も弓を引くことができなかった時、アルジュナが立ち上がって、 弓を見事に引き絞り、的を射抜いた。ドラウパディは花輪を持って、アルジュナのところに行った。他のクシャトリアたちは、ドラウパディがバラモンのものとなったことに起こったが、パーンダバは彼女を無事に連れ出し、母クンティの待つ隠れ家に戻った。パーンダバは母に、得て参りましたと報告した。ところが、クンティは彼らが、いつも通りに宅発して、背物を集めてきたのだと思って、 兄弟の皆で等しく分かち合うよう言った。クンティーは後でドラウパディを見てとんでもないことを言ってしまったと後悔し、喜ぶドラウパディーの腕を引いて、長男のユディシュティラに相談した。ユディシュティラは、勝ち取ったアルジュナが妻とすれば良いと述べた。しかしアルジュナは、クンティーの言葉を重視して、まず、ユディシュティラがドラウパディーと結婚し、その後に順次他の兄弟も彼女と結婚すべきだと。 主張した。この時ユディシュティラは、以前、ビアーサセンが訪ねてきた時、彼がドラウパディは、前世の因縁によって5人の夫を持つ運命を持って生まれてきたと話していたことを思い出し、アルジュナの主張を受け入れることを決心した。ドラウパディの寺院、ドラウパディとパーンダバは、ドルパダの王宮に行った。しかしドルパダは、ドラウパディが、複数の夫を持つことに難色を示した。 そこに、ビアーサが現れて、ドルパダと二人でドラウパディの前世について語った。かつてインドラ神は、芝神に不敬な態度を取ったため、インドラ神は、自分以前に、インドラの位にあった四人の者たちと共に、人間として転生することになり、パーンダバとして生まれ変わった。この時、芝神は同時に、彼らの妻として、女神、ダクシュミーを転生させた。 それがドラウパディであるという。かつてある聖戦に美しい娘がいたが、彼女はその美しさに関かかわらず、夫を見つけることができなかった。この女性は苦行によって柴神を満足させ、柴神は彼女の願いを叶えるべく、望みを尋ねた。女性は素晴らしい夫をくださいと言った。ところがこの時女性はその願いを豪快繰り返していった。ため、 来世で五人の夫を持つという運命を柴神から授かった。ビアーサはこのように述べ、ドルパダに天眼を授け、パーンガバを見るよう命じた。すると天眼によって、ドルパダはパーンガバが神であった時の神々しい肉体を今も備えているのを見た。こうして、ドルパダはドラウパディが五人の夫を持つことを認めた。また結婚した彼らのもとに、ナーラダセンがやってきて、 ご兄弟がドラウパディをめぐって争わないよう、結婚生活に関する協約を結ぶよう進めた。そこで兄弟の誰かが、ドラウパディと一緒にいるとき、彼らを見た者は12年間森で生活しなければ、ならないという決まりを定めた。アルジュナはこれに違反して12年間別れて暮らしたが、再び戻ってきたとき、アルジュナは新しい妻、スワドラーを連れていたため、ドラウパディは、 不満を漏らさずにはいられなかったという。山際宗男、マハーバーラタ一貫注釈区村ムラ版では、シュルタカルマン、ありがとうございます。